福井亮は日本のジャズピアノ奏者、アコーディオン奏者。美しい旋律のオリジナル曲と力強くスイング感あふれるビバップスタイルの演奏で多くのファンを魅了してきた。1995年、札幌市にライブハウススローボートを回転しそこを拠点に全国で活動。2012年にはジャズピアニストとして初めて札幌文化奨励賞を受賞した。 バリー・ハリスを師と仰ぎ、長年にわたって交流を重ねた。1948年、北海道猿群ビラトリ町に生まれる。18歳でアコーディオン、22歳でピアノを始める。幼少期、民謡演奏家で全盲の多彩な旅芸人であった、父親の福井天堂及び母親と共に、旅一座としての経験を積んだ。小学校入学後は、 ビラトリ町の実家に居住していたが、小学校4年の時に札幌市に定住の決まった両親に連れられ、札幌市に移住。当初、父親は芸人やバンドマンになることを反対したが、両親の仕事仲間の奏者が足りなくなり18歳で、父親らの仕事を手伝うためにアコーディオンを演奏するようになる。その後、東京へ移りアコーディオン演奏の技術を磨いた後に、 札幌市へ戻って、単語バンドなどでアコーディオンを極めていくが、時代の変化とともに仕事がなくなってきた。ちょうどその頃、父親の勧めでピアノを学ぶ機会を得、22歳でレコードを聴きながらコピーするなど独学でピアノを学び始めた。技術を高めるために、東京へ移り、県産の日々を送った。その後、著名なテナーサックス奏者の松本秀彦のバンドへ、 加入することになり、厳しい指摘に挫折を味わうこともあったが、当時、バークレーなどで学んで帰国した渡辺貞夫の講習などに、積極的に参加して、理論を習得し、ジャズピアニストとしての才能を高め、自信を深めていった。27歳で、札幌市に戻った後、自分のトリオを結成し、ファーストアルバム、シーナリーで全国デビュー。その後、複数のアルバムを発表しながら、 東京ピットイン、名古屋ラブリーなど全国に活躍の場を広げていった。そして海外での活動も始めた頃、生涯の主となるバリー・ハリスと出会う。1995年6月に札幌市ススキノで、ジャズクラブ、スローボートを開店。バリー・ハリスをはじめ、リロイ・ウィリアムズ、ライル・アトキンソンなどマップの真髄を伝える一流プレイヤーとの交流を深め、ホースアルバム、 両福院ニューヨークを発表、バップピアニストとしての評価を確立していった。同時に若手ジャズプレイヤーの育成にも尽力し、同点は北海道の重要なジャズ拠点ともなった。2012年、精力的な演奏活動や更新指導への取り組みが評され、札幌市がジャズの街として魅力を発信する一助となったとして、 札幌市より第40回札幌文化奨励賞を受賞した。なお、父親、福井天堂も昭和59年度に札幌市民文化奨励賞を受賞している。2016年3月15日、アクセリンパシュにより68歳で逝去同年6月にはバリー・ハリスが日本を訪れ、福井の追悼コンサートを開催している。2018年には、 遺作となったアルバム、A Letter From Slow Boat のアナログ化及び発売と、ともに、シーナリーのアナログ版も再プレスされた。ありがとうございます。